2つ目こちらです。じゃん、第2回病院ボランティア国際フォーラム、はい、ということで、もう今3つのボランティアも何十年ももう掛け持ちされている向井さんなんですけれども、あの第2回病院ボランティア国際フォーラムというのがそんなわけで、こちらですね、9月13、14、今年は行われます。でね、この第2回の病院ボランティアフォーラムなんですけど、あの第1回は10年前なんですね。そうです、2002年でした。はい、会場もホテル来訪等でしたし ね、はい、ね、もうあの結構多くの方、外国人も60人ぐらいおいでくださって、はい、とてもいい、あのフォーラムになりまして、学ぶ機会でもございました。はい、あのまあ、言っちゃあれですけれども、第1回の時は札幌市とか病院からもちょっとこうあの金銭的な援助も女性もいただいて、始めたばっかりスタートだったんで、こう結構大きくできたんですけど、今回は結構手作り感満載なんだそうですよ。でも私思うにはボランティアの、あのやり方っていうのは手作りということに重きを置くのが本当に楽しみも味わえると思って、今回国際フォーラムですからそれもできるかどうかチャレンジです、でも今プロセスで、間もなくあと4ヶ月ぐらいでフォーラムの時期にその、あの突入するんですけど、今みんなそれぞれできることで準備をしております、ボランティアこそプロセス、結果よりもプロセスが一番大事だと思います、それぞれが知恵を使ってできなかったことが、自分にこういうことができるんだ、そういう喜びを味わいながら進めていけるのが、ボランティアの本当にあのやってよかったって、そして結果も良ければそうです、ね、もう素晴らしい喜びに変えて、また何かできることないかなっていうことで、街づくりにも、いろんなこと、福祉にも、教育にも目を向けていくと私は信じております。なるほど。あの311以降、いろんなボランティアに参加された市民の方も増えましたし、それからボランティア、自分に何ができるだろうっていろいろ考える、ボランティアについて考える機会っていうのがすごく多かったと思うんですね、で今回この病院ボランティアから見た社会の現状、課題、展望と、あの言葉にすると一行なんですけれども、ここに込められた思いは本当たくさんあるそうでね、そうですね、本当にあの私たちボランティアをしてますと、あの社会の本当に一握りを見ている気がしますね、そこにはあの高齢社会、少子化社会、そういうようなこと、また福祉とか、それから医療とか、あと多文化共生とか見えるもんですから、そこら辺のところを分科会を通してもっと深めて今後に結びつけていきたい、そしてあのこれから私たちのなすべきことをしっかりと身につけて、次の段階に進んでいければいいかなと思って、いいあの勉強、学ぶ場になると思いますので、皆さんどなたでも参加できますよ、あのどなたでも参加できる、自由に参加できるので一緒に学びましょうとあります。分科会とか基調講演はどういう方が、あの基調講演はですね、カン・ヒュン・リー博士さんで、ボランティア活動推進国際協議会会長でいらっしゃいますね、それからスーディ・ケ・カズヨ博士さんで、あの札幌市立大学看護学部大学院教授で地域連携研究センター長をしていらっしゃいます、あの本当にあのご経験も深い方ですので、もう私も楽しみにしております、基調講演、それから分科会ですけれども、一つとして高齢社会における地域再生、2として緩和ケアにおけるボランティア活動の重要性、3は世代を超えて心豊かな社会を求めて世代をつなぐ活動の事例、4として3.11 東日本大震災被災者の方たちから学ぶ、そして未来へ、5として医療福祉の現場における外国人就業の
実情と今後というような文化会を、私たち用意しておりますので、旬の話題ばっかりですね。そうなんですよ。本当ですね。もうこれは結構いい、文化会になると思いますので、皆さんと一緒に、語り合いたいと思いますので、お待ちしております。お待ちしております。はい。はい、それでは3つ目のキーワードに行きましょう。じゃん。